撮影中なんだけど。マジで？そうです。皆さんこんにちは、アフです。今日なんですけど、車椅子や介護に関連するグッズを100円ショップで買ってきたので、それについて紹介していきます。まず1つ目のグッズはこちら、缶ホルダー。こちらの容器に缶やペットボトルを入れることができます。でここの固定部で車椅子に固定させることができます。実際に車椅子に取り付けてみます。それでは早速取り付けていきたいと思います。でネジを外すとこのように開閉させることができます。内側の内径とこのパイプの直径が合っていればそのまま使うことができます。で今ちょっと試しにつけてみるとゆるゆるなので、これつけてもこうやって落ちちゃいます。缶ホルダーとパイプの間に、これも100均で買ってきたやつなんですけど、耐震マット、これを挟みたいと思います。すごいペランペラン。ちょっと半分に切ります。よいしょ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 。こんな形ですね。こねえな。止めていきます。うん、こんな感じだね。よし、置いてみよう。お、いいじゃん、ほれ、いいね。あ、結構丈夫。結構丈夫、結構丈夫。こんなんやっても大丈夫かしら。いいね。今日の100円ショップのグッズ紹介は缶ホルダーでした。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。